下里見中原の道しるべ、榛名神社や白岩観音へ参詣する人々や草津温泉へ向かう旅人、そして峠を越えて善光寺詣をする人たちは、中山道を分かれて烏川に沿った里見街道を通り、榛名道や草津道へ進みました。そして草津道の先の善光寺街道へと歩みを進めました。そのため町内には榛名、白岩、草津への道を示す道標が数多く残っています。この道しるべは右肩に元禄6年1693年の年記があり、県下でも屈指の古さを持つ代表的道しるべといえます。高さは80センチ、下部幅は50センチの自然石に右白岩、左草津道と刻まれています。左に薄く右は白岩道、左草津道と二重彫りになっています。時が経って消えかかったので水刻したものと思われます。草津や信州への古道を知る上で希少な手がかりになっています。高崎市指定重要有形民族文化財に指定、そうですね、そういったものなんですけど、こういった、まあ、指定されたのが昭和44年の2月10日です。まあ、当時はまだね、榛名町でした。今は高崎市です。そして道しるべ時代はこちらですね。こういった感じ、まあ、ちょっと正面から撮りましょうかね。まあ、全部で、まあ、4面っていうかな、あることはあるんですけど、文字の書かれているのはこの面だけですね。一面だけ。右、まあ白岩、まあそんなことですよね。うん。左、草津、まあ道っていう字がここに書いてあるんですけどね。これはかなり、まあ、わかりづらいというか、まあ、右肩に記念名元禄6年、1693年があるはずなんですけど、ちょっとわからないですね。でもね、遠目から見るとね、あ、本当だって感じになりますけどね。はい、こちらがね、まあ、下里見中原の道しるべです。こういった感じの、まあ、基礎の石のね、上に、こんな感じで立ってます。隣にもね、まあこんな、あ、面白いね。まあここで一休みしてくださいっていうことですかね。こういった道カラスですか。カラスの鳴き声です。更新と万延元年、まあ1860年ですね。これは手つなぎ肩抱き型相対同祖神、これもなかなか、まあかなり厚めっていうか、まあね、立体感がよく出てますよね。向かって右側の方の、まあ、口の元が、口角が上がっていて、まあ、大変にこやかな表情です。カラスでした。まあ何かなと思ったんですけど。
皆さんね、まあ、たくさんの方たち来ていますけど、まあ、幾度にね、まあ、少し早かったねっていうことを言ってましたね。確かにこのところ寒さが厳しかったから梅の花の開花がちょっと遅れたんでしょうね。まだ先でいいのかな。まだ先でいいのかな。またやらかしてますかね。悪魔神社こんな遠かったでしたっけ。キツネだ。キツネですよね。悪魔神社。これはいけない。下がってますよね。何か石碑がありますけど、何でしょう。はい、秋葉梅林の登りです。あ、こちらね、訓道42年金属鳥崎八太郎くんの日。くん七頭萩原栄太郎書。まあ、訓道42年間勤続したんですね。まあ学校の、まあ道徳の先生みたいな。大正14年10月15日、大和田西上秋間。こういった方が、まあ大正の末期にいらっしゃったんですね。すごい、岩が大きい。そこに階段状にね、少し掘ってあって、このような石碑もありました。こちらには庚申塔がありましたよ。ああ、立派な字だね。彫りが深いからね。完成4年。1792年。水の絵根展。ああ、そうですね。
8月くしーつってありますかね。こういった更新灯もございます。はい。なんで悪魔神社が見つからないんですかね。神社なんだからね。なんでだろう。どうする？もう一度行ってみますか？諦めますか？